森ちゃん他の人に触られた汚らわしいその手で私に触らないでください。どうせうちは憎うちでバカな女です。かわいい。森ちゃん違うんだって。いや分かってくれる分かってくれないかな。ちょっと誤解を解いておきたいんだけどな。謝るがないんだもんな。どうしよっかな。誘う、一緒に歩こう。今何を言っても反応してくれないんだよね。この状況で好きな人を聞いちゃう俺。5%。 好きな人について聞きたいんだけど、この成功率 5% を引き当てたら神だな俺。あっ、遠坂さん、お邪魔します。お、おのれ。森ちゃんもまだおのれって言ってくれるんだな。あー、ちょっと謝りたいんだけど無理か。森ちゃんって潔癖症なの？そういう子なんだ。うちっていうのが可愛いよね。頼む。あ、あの人と仲良くしちゃダメか。遠坂さんがグイグイ来るな。お邪魔するなよ。起立。レイ着せこ、来ないからってあまり騒ぐなよ。外まで聞こえてたぞ。回送命令。あ、一番機重装甲化の話か。そういやこの間のミーティングで決まった通り、主根号の装甲改装が行われるようだぞ。一番機の重装甲仕様への改装だな。以上。これでミブちゃんの生存率が上がったね。調達命令。それとだな、この間のミーティング結果で決まったことだが、早見、委員長に代わって伝える。いつものやつだ。ジャガイモ60キロを調達しろ。いいな。方法、手段は問わん。炊き出しだっけ。手に入れたら俺のところに来い。ジャガイモ60キロは裏マーケットに売ってるかな。お、ついに来た。戦じゃ。戦の日取りが決まったぞ。なんか学園パートずっとついてたから忘れてたよ。明日か明後日かそれぐらいになるでしょう。急ですね。各員は遺書の準備をしてください。まあそれが役に立たないよう努力しますが。急ですね。もう待てないそうです。仕方ないでしょ。古来準備万端で戦争が始まったことはありません。幻獣ってどういう風に現れるんだろうね。進行してくんのかな。今日は自由とします。衣装を書くなり訓練するなり。あ、やった、授業ないんだ。じゃあじゃがいも調達する。じゃがいも調達するのもそうなんだけど、あ、一緒に訓練でもしませんかって。いいよ。え、何、みん、ん、お前目つきは変わったよ。なんだよ自信たっぷり。なんで因縁つけてくるんだ君。終わりかよ。なんなの滝川は。失礼するんじゃねえ。自分は昔からこの家業ですからな。なんとも十四区長は普通学校からの転籍でしたか。まあどんどん大人が減っているのは漠然とした不安はありますな。我々が死ぬのはどうかと思いますが、しかしよくそんなことを考えて戦争できますな。まあ自分は十四区長の命令を聞くだけです。考えるのは十四区長にお任せしますよ。俺の方が上官なんだね。パイロットの方が、そうか、スカウトよりも権限はあるってことか。なんや、今日はギャグないで。はっ、ギャグないで。ええこと言うな。それを言うためだけに話しかけたのか。かわいい。どうしたの加藤ちゃん。あんな、カリア君、どうかな。いや、あんなっていうのが正しいんやけど。いやいや、わ、何言ってんやろ。え、まつりちゃん、カリア君のことを、カリア君にほの字なの。許せんな。嫉妬の炎が荒れ狂っておるわ。
あ、嘘、今の取り消し。なんか、ギャグに聞こえへんよね、そういうの。はぁ、あ。くそ、乙女な顔しやがって。絶対に俺に向けさせてやる。愛、増しておきますね。あと、どこどこ行ってる張本人は。部屋人間を復讐がしたい。舞ちゃん、向こうにいるのか。加藤とミビアが一緒に雑誌を読んでる。二人とも楽しそうだ。どうしますか。何何と近づく。無視する。じゃあガールズトークに参加しよう。まあ俺もガールズみたいなもんだからね。ときめきメモリアルガンパレードマジじゃない、ときめきメモリアル、なんだっけ、ガンサバイバーじゃない、ガールズサイドかをやってるか、やったからね。一応乙女みたいなもんですよ。嫌われ度チェックですって。見るといくつか質問が書いてる。これであなたの嫌われ度を大チェックします。嫌な雑誌だな。同じ日に同じ提案を繰り返す。あー、これやっちゃいがちですね。ガチガチ。さほど深い間柄でもないのにデートに誘っている。あー、やっちゃいますね。19時までは仕事時間のプライベートなことを提案するときがある。やりますね。魅力が B 以下と低い上に、話術技能を持っていない分際。なんだその言い方は。分際って。で、提案している。いや、魅力は A だよ。話術技能を持ってないけどね。いや、それはしてないです。わきまえてるから、俺。発言力が人よりかなり低い。発言力がゼロに近いとか。いや、それはないな。どや、どうだった？スルスルはいくつだった？ 3 つですかね。3個ですか？普通の嫌われ者です。なんだ、普通の嫌われ者って。全然嬉しくねえわ。普通に嫌われてるってことじゃねえかよ。なんなの、この診断。全部当てはまるやつは、どういう嫌われ者なの？すごい嫌われ者ですってこと。普通に嫌われ者って全然嬉しくないんですけど。同性で相性がいいなら見込みがあるんですって。あー、あんまり男の子と会話してないかな。いや、どっちかっつうと男性とばっかり会話してる気がするけどね。争奪戦起きかねないから。楽しい時間が過ぎた。お、善行さんは嫌われとチェック満点でしょうね。多分仕事について忠告してくるぞこの人。ほらな。まあ俺は善行さんに対して信頼を置いてるからね。すごい老け顔なのに半ズボンだし、なかなかできる格好じゃないと思ってるので、リスペクトします。ゲッ、俺やだ。いやいや、していらんわ。考えさせるがいい。かわいそうな善行さん。善行さん、嫌われすぎじゃないか、ちょっと。争奪戦が起きたわけでもないのに、この嫌われっぷりはまずいですよ。前に頬を引っ張られました。かなり本気です。これまだ続くの？ちょっと痛いんで、やめてもらっていいですか。聞こえていないようです。痛いんですけど。知るか。これどうすればいいのかな。無限ループしちゃってるんだから。痛いよ。あー、ダメか。舞ちゃんの嫉妬状態は他とちょっと違うのかな。それとも付き合ってるからこうなってるのかな。そして誰もいなくなった。お、いた、岩田すん。ちょっと今誰もいないから二人きりなんで話でもしましょう。今が仕事時間の分かっています。ですが私の血の騒ぎを収められません。あー、ローリング。岩田さんですね、今日も。岩田さんを見るとなんか落ち着くよね。あ、いけた。ふふ、わかりました。100% じゃないのはどうしてなんだろうな。おう。これは、うわ。それはどういう、体感すげえな。
気力の訓練その動きでやってんすか、岩田さん。頼む3日に来てくれ。お、友人になった。友人だよ。3日教えてよ。教えてよ。ちょっともう、ほんと、辛いんすよ。この状況。せめてなんかね、有用な、謝るとか持ってないですか、あなた。あ、持ってなさそうだな。謝ること知らなそうだもんね。あ、今だったら仕事について聞けるんじゃない。調子とかはね、ダメだったけど。聞けないの。真面目ですね。まあ、下がらないからいいけどさ。じゃあどうしよっかな。仕事はまあ、舞ちゃんにやらせとけばいい的なのありますから、ちょっと俺あれだ。情報の技能をマックスにしましょう。で、テレポートセルを一刻も早くですね。なので、ノートと教科書買おう。もちろん、あ、そうですか。紅茶が、ストレージいっぱいになっちゃってんだな。じゃあ、舞ちゃんと交換だな。ああ、びっくりした。節子が割と遠いとこから走ってくる。はよ。プリケツだな、節子。おい、早見待て。本物のドンパチにいつ放り出せるかわからんご時世に随分とのほほんとした顔してるじゃねえか。余計なお世話だよ。実戦は近いぞ。総理の確認と自分の機体の予備弾倉を確認はしとけ。ハンガーの装備変更だ。いいな。今すぐからでも装備はちゃんと整えとけ。実戦が終わった後もすぐにだ。戦闘はいつ起こるかわからん。それから新兵は特に弾を外しがちだからな。弾いっぱい持っとけよ。それはもうやってます。まるで母親だな。俺らしくもね。いいか、死ぬなよ。初陣が最後の出撃なんかになるな。こんなヘビーメタルな母親嫌だよ。まあでもありがとう、気にかけてくれて。お前ら戦車兵には国の金がかかってるんだ。そりゃまあたっぷりとな。そういうことで心配してんの。お前は半ば以上この国の財産なんだから自分を大事にしとけ。いいな、正々として心配してくれよ。それにな、ヘマやって自分が死ぬのはまだいいが、ダチが死ぬのはたまらんだろう。あったな。よし、説教終わりだ。行け。行きまーす。あ、岩田さんがいた。舞ちゃん、舞ちゃん。どうか俺の話を聞いてください。あ、おい、待てい。と言われた。ん？はい。はい、そうっすね。なんも言えねっす。男女関係だ。お前はそれで敵を作ってる。注意するわよ。俺、忠告ですからね。おい！おい、ホンダ！入ってくるんじゃねえよ。何喋ってんだよ、じゃねえよ。せっかく舞ちゃんがさ、怖い。空気読めねえ、節子だな！ほんとダメな節子だよ。もう、ちょっと。舞ちゃんとちょっと、訓練とかしたいよ。ちょっと、ウインクしとこう。はぁ、なんとそりゃという顔して。うるせえなぁ。生徒からウインクされてるんだから喜びなさいよ。待て、話がある。おい、待て、失礼するんじゃねえ。お邪魔しまーすって、次、坂上先生来そうだ。あ、大丈夫だ。喜んで受ける。やっぱりあの、全体を止まらせるっていう効果は数秒間持続するみたい。ああ、よし、よし、よし。この流れで、舞ちゃんと訓練しようか。わかってる。もう何も言わなくていい。だからその、で。また会う。ナイトハルト転換になってる。ごにょごにょ。嫉妬っていうか怒ってんじゃないのかな。舞ちゃんこれ許してくれてんのか。じゃあ、訓練しましょう。ダメか。さすがにダメですかね。あー、すげえ下がる。あー、ノー。ちょっと許してくれるまで、時間がかかるか、舞ちゃんと。
待て、話がある。はいさっきも聞いたですね。すげえ忠告してくるな。田代は上機嫌で歌を歌っている。幾千万の私とあなたであの運命に勝ち打ち勝とう。どこかの誰かの未来のためにマーチを歌おう。姉子がガンパレードマーチを歌ってる。ガンダム、なんだよ文句あんのか。あ、しめっぞ、怖っ、ヤンキー怖っ。フー重力地を心配されるほど自慢くれておりません。じゃあヤンキーの田代さん、俺と一緒に訓練でもしないかい。仕事をしようが欲しい。マジで誰が持ってんだ。森ちゃんだよね絶対。じゃあマジキー、マジキー出してみっか。マジキー出してみっかってない、カメハメハ的な。おお、体力の訓練か。運動力の訓練したいな。一緒に訓練をしました。運動力ってくるす、お、あ、整備技能いいね、悪くないね。なんでなんで下がることがあるん。一緒に訓練をして仲が悪くなるってどういうことだよ。全く意味がわからない。あ、岩田くんだ。ちょっと飯行かね、一緒に。耳を拝借します。どんな話かな。靴下です、取ってもらえますか。ええ、それは君のかい。じゃあもらおうか。いらないよこれ。何これ、もらなんか効果あんの。じゃ紅茶捨てるか。おお、結構上がった。岩田くんの靴下もらってなんか効果あんのかな。何に使えるんだ。ちょっと誘ってみよう。あ、お昼時間もう終わっちゃってんじゃんよ。一緒に歩こう。とりあえず岩田くんを連れて歩こうか。ダメか。いやー、なんか仕事モードに入ってる岩田くん職人だな、マジで。聞く耳持ってくんね。ダメっすね。とりあえずさっきもらったやつ見る。あ、み、これじゃね、岩田くんじゃなくて、つい嗅ぎたくなる常習性のある香りがします。グッと詰める。使えるんだ。使うとどうなんの。嗅いだ瞬間に気を失いました。臭い。なんだこのアイテム。え、気を失うってマジ気を失ってんだ。起きるとテーブルに水差しが置いてある。島村から置き手紙はバカとか殴りかけしだった。かわいいの。いえ、がっつり減ってんじゃないですか。しかも夜になってるし。マジか。そういう効果あるんだ。自爆アイテムってこと？ちょっと待って。舞ちゃんの弁当食おうか。食べないとね、腐っちゃうからな。うん、美味しい。ただまあ B までしか回復しないな。購買部ってまだ開いてっかな。だらっとした雰囲気。とりあえず、あー、舞ちゃんか。今だったら舞ちゃんが許してくれない？岩田さんの靴下で弱ってる今ならかわいそうかわいそうなのですしてくれるかも。私生活はお前はそれで敵を作って注意するがいい。しますんで許してください。僕も頑張らないと。今話しかけると、あ、一緒か。節子に言われたじゃがいも
買ってくか。何を売るんだ。岩田くんの靴下って売れるの？100円なんだ。友情の証だけどな。ストレージ逼迫してるし、くせえしな。正直使い道がよくわからん。いや、でも売るか。親父が欲しがってるしな。岩田くんの靴下に100円の値をつけてくれたからね。これはちょっと売れないな。そうか、じゃあ出ていけ。バカ野郎、買い物しに来たんだよ。まずじゃがいもですよね。飲むと運動力アップ。あ、これ欲しい。ちょっとこれと、お金足りるかな。まあ5000円ですからね。じゃがいも、うわ、結構するね。60キロ。あ、いっぱいか。じゃあとりあえず親父、これをいただくわ。12,650円。消費税が高いよな。で、あ、見るじゃね。ブレインハレルヤだっけ？違う。機動力、なんとか。機動、飲料ムーブか。これ飲んで、運動を上げます。50。いいね。OK。これはなんか、使うんじゃなくて、節子に持ってけばいいのかな。使うだと、ストックするだけだもんね。あとはそうだな、日記帳。ああ、展開式増加倉庫。高っ。ちょっと買えねえっすね、これ。ここで買えるのか。お、アビオニクス売ってる。買えない。他は特にないか。ああ、そうだね。なもんですかね。森ちゃんが好きそうなものって、確かあれだよね。ホラー系のなんちゃらかんちゃらだったよね。じゃあこれか。怪しいビデオとか、髪が伸びる人形とかか。まあ、今はいいか。よし、じゃあ、節子に渡しに行こう。他の人に話しかけられないように一回呼んで、坂上先生と遥は、マッチしてんだけどさ、無音。なんだ今の動き。妙な動きをするな、節子は。早見。はい。はい。そのさ、お前石津のことどう思う？萌ちゃん？すごく可愛いと思います。いや、そのなんだな。本田が言うかどうか瞬間的に迷って早見見た。生徒を信用しようとそう思う。信頼してくれてんだ。優しくしてやってくれ。前の学校じゃいろいろあったみたいだから。魔女子さんとか呼ばれてたのかな。いじめですか。わかりました。深くは聞くまい。理由も聞かずに即答したな。へへ、そういうとこがおめえのいいところだ。じゃあ頼んだぜ。節子の好感度が上がったかな、これは。本田の早見に対する人間関係。おお、友情値上がりましたね。ちょっと節子も争奪戦のメンバーに入っちゃいそうだな、これ。お、なんだ、前の授業の話を聞きに行くの。あれ、じゃがいもよ、じゃがいも。節子、お前が持ってこいって言うたんやで、これ。強奪してきた。何を。ギャハハ、よくやった。これで我がタイム安心ってやつ。みんなに代わって礼をするさ。あ、じゃがいもを持ってってくれたんだ。バンバン肩を叩かれた。痛い痛い痛い。じゃがいも60キロ渡しました。強奪してきたっておかしいな。節子が俺のじゃがいもを盗んだってこと。真面目な話よくやったよ。おー、やったぜ。おー。これでいいんですか？失礼しますね。そんな目で見ないでください。萌えちゃんか。萌えちゃんと仲良くしてくれって言われたな。探してみる。